솔직히 조자룡이 백룡 타고 조조군 백만 뚫은 거나 내가 조자룡 타고 조조군 백만 뚫은 거나 그게 그거 아니냐 인정 인정 かしこまった。承知しました。お任せください。お任せください。承知しました。かしこまった。아니라구나후원으로내후원지책을막을수있으리라생각했느냐お任せください。吉報をお待ちあれ。兵に情勢なく、水に情景なし。申し上げたき義がございます。お任せください。お任せあれ。お任せください。次の手です。かしこまりました。かしこまった。次の手です。かしこまりました。かしこまった。あちらへ。かしこまりました。せいぜい甘くない。あちらへ。かしこまった。次の手です。かしこまった。お任せください。鬼門遁甲の陣。提案いたします。せいぜい甘くない。かしこまりました。아진짜회피하는거봐나도나
ちゃ上げねえ。シモン頓降の地、今こそ勝機だ。俺に続け。申し上げてき義がございます。かしこまりました。かしこまりました。お任せあれ。あちらへ。かしこまりました。皆の者、行くぞ。はは。かしこまりました。あちらへ。かしこまりました。今こそ勝機だ。俺に続け。あちらへ。かしこまりました。かしこまりました。かしこまりました。シモン頓降の地。さて、守っていただくとしよう。と武を競わんと欲する者は前に出よ。天水の強迫薬、お相手つかまつります。我が一撃受けてみなさい。我が一撃受けてみなさい。せよ。我が一撃受けてみなさい。せいよ。せいよ。かしこまりました。かしこまりました。はは。かしこまりました。あちらへ。お任せください。かしこまりました。かしこまった。お任せを。かしこまりました。さて、戻っていただいて。シモン頓降の地。
ちらへ。なるほど、そういう見方も。오장원오장원나오네갈때가되는가봐갈때가됐어はい他を知らず己を知らざれば戦うごとに必ず敗れん。나를알고적을알면백전백승。天命ここに樽を知る。가는군요사공명주생준달죽은공명이산중달을팬다芝居は上昇の軍略を恐れ戦意を失っている模様。もはや我が軍の勝利と言ってよいでしょう。上昇？諸葛亮による北伐の大事業は蜀軍優勢のまま五丈原の地で中断された。諸葛亮が陣中で病に倒れ帰らぬ人となったためである。諸葛亮の死を契機に蜀は衰退の一途をたどり、間もなくして蜀帝劉禅は魏に降伏した。魏もまた芝一族に帝位を奪われる形で滅亡。代わって起こった秦により呉も滅ぼされる。黄巾の乱より始まった混迷の時代は、あまたの英傑を世に送り出し、相入れぬ野心と理想の衝突によって天地を揺るがす名勝負の数々が生まれ、後の世まで語り継がれる伝説となった。そして
英傑の時代は幕を閉じた。이제연걸봉환이네요이것은존재하지않은만약을상정한이야기촉구는단숨에성도이북을제압하고제갈량의비혼이었던북벌을이룬다강유는낙양으로향한다어떤시대라도가혹한운명에맞서싸우는것이것이연걸이기에솔직히누릴거다누리고황제도갈아치워보고절세미녀도실컷안하고군탈기남자로선제일멋지게살다가지않았냐連日の激務からついに危篤となる一方義軍陣営では天文を観察していた芝居がにわかに軍令を発し五条原に向けて進撃を開始した芝居率いる義軍が五条原に到着した時すでに食軍の陣営は跡形もなく消えていた妙ですね何故食軍は陣を引き払ったのでしょうか戦国赤い流星が落ちるのを見たあれは孔明が死した証よなんと今こそ蜀に通撃を食らわせる好機追撃して残らず討ち取るのだな伏兵か芝居殿孔明です孔明は生きておりますぞかかったな逆賊どもこの地で成敗してくれよなんと孔明は天文をも操るというのか全軍引け引け諸葛亮の姿に愕然とした芝居は慌てて軍を返したがこの時諸葛亮はすでにこの世になかった。すべては生前の諸葛亮が自軍のために残した最後の策略だったのである。時は悠久の中にあり、理想はあまりに多すぎる。それに引き換え、なんと人の命の短いことか。しかし理想は人から人へ継がれるもの私の死をもってついえはしないでしょう劉備様私たちの理想もいつか必ず乱世に大志を掲げて戦った英傑たちの多くはすでに世を去ったそして今ここに諸葛亮という巨星が姿を消し一つの時代が終幕の時を迎えたのである귀의의지가또이것은역사에는기록되지않는이야기있을법하나없을수있는이야기만약이라는가정을더한이야기
뭐요? 정쟁을? 전쟁이겠지. 정쟁이 뭐야, 정쟁. 정쟁 맞아? 정쟁이 뭐냐? 아, 그래요? 죄송합니다. 그럴 수도 있지! 하나, 진짜! 새롱이 지식 수준이 높아. 良き案があります。극가농법영때부터유씨라는거하나로중산정왕의후손이라고선동과날조를일삼은내추럴본쓰레기였는데나관총때문에조조와함께현대까지사람들이빨아주고있음선동과날조가또무난히일승뭐야왜왜왜무섭왜무섭다고그래힘을尽くしましょう목표는낙양이를위해장안과홍농을함락이소기시탁을토토노에나사이배수예진마속이생각나네 낙양을 목표로 장안 홍농을 잡역사의만약이어딨냐솔까역사의세이브로드있었으면훨씬전에킹가투콜무드조조가시적벽대전이기고강동이교좌우에끼고천통했다인정어인정
나쁜 놈이네 진지. 아 진짜 인물 없네. 와 씨. 인물이 없네. 245년. 245년. 245년이면 일단 장안과 홍롱을 제압하래. 아이씨 가능한가? 중국 사실상 200년 전으로 운석 몇 개 떨어진 거 아니냐? 그렇지 않고서야 애새끼들이 저렇게 전응아가 될 수가 없는 것인데. 아, 이거 빡신데. 아. 야 이거 어떻게 해야 되는 거냐? 아 이거 씨 도둑이네. 어떻게 해야 돼? 나 무력 90의 도적왕 이 쩌리들 스탯을 보고 한탄하며 이 자리에서 거병한다.